開花のチャンネルをご覧の皆様、高橋ひょうりと申します。開花の曲を作らせていただいているものです。開花の新曲ポプラの MV が公開となりました。ぜひぜひですね、あの MV を、見ていただきたい、曲を聴いていただきたいなと思っているんですが、さらにですね、このポプラという曲はぜひみんなに歌ってほしいと、もう年齢とかね、もう性別とか関係ないですよ。もうポプラをみんなに歌ってほしいという思いを込めて作りました。なのでですね、カラオケでもいいですし、ちょっと今ね、家で過ごす時間が多いなんて人も多いと思いますので、もし家にアコースティックギターだったりピアノとかがある人はですね、ポプラの弾き語りにぜひ挑戦していただけたら嬉しいなと思っています。はい、というわけでですね、今こうアコースティックギターがあるんですが、今日はギターでのポプラ弾き語り法というのをですね、伝授したいなと思っております。で、開花のサイトの方にポプラのコード進行表とか、あとカラオケとかすでに配信されてますんで、ぜひそれをチェックして、挑戦していただけたらなと、思うんですが、この曲は作詞作曲させていただいたんですが、編曲は桜井健太さんというですね、もう本当に素晴らしいミュージシャンの方がやっていただいたんですが、その桜井さんにアレンジしてもらったやつをですね、さらに弾き語りで演奏しやすいように、アレンジし直した弾き語りバージョンということでちょっとやってみようかなと、思います。で、曲がですね、このG フラット9というコードがメインのコードになるんですけど、この G フラットキーがすごい高いんですね。で、人によってはちょっとこれ出ないよと、高くて出ないよという人がいると思うんですが、そういう時のために今日はこのですね、カポというですね、もうこの魔法の道具、人類の英知を尽くしたこの魔法の道具、これなんとですね、こうずらしていくとコードが変わるっていうね、道具があるんですが、これをですね、使ってやりますんで、もしちょっとここだと高いなっていう人はですね、このカポをずらしてコードをそのままずらしていただくと、歌いやすくなるんじゃないかなと。だから自分に合ったキーを探してそこで挑戦してもらえたらなと思います。今日は一応この原曲キーでやります。この原曲キーですね。でですね、ちょっとテンションコードっていうね、おしゃれなコードがいくつか出てくるんですが、例えばこの G フラット9であったりとか、この B 9であったりみたいな曲コードっていうのが出てくるんですけど、これはもし弾けたら弾くで、全然いろいろ変えてもらって大丈夫だと思います。例えばこういうただの G フラットにしてもらったりとか、ただの B でも、全然大丈夫だと思います。ただですね、1個大事なコードがありまして、このサビの2つ目のコードなんですけど、このコードですね。これがですね、Fm7-5 というですね、自分がめっちゃ好きなコードなんですけど、これがラーメンでいう出汁の部分というかね、やっぱこれが鳴ると味が出るみたいな感じのコードなんで、よかったらぜひこの2つ目のコードには抑えるようにちょっと頑張って挑戦していただけたらなと、思います。じゃあちょっとやってみましょう。
はい、というわけで、ジャカジャカとやってみましたがどうでしょう。人によってはいや俺はもっと複雑にやれるぜっていうね人はいると思うんで、そういう方はぜひバシバシやっていただきたいですし、でも逆に自分の声で歌ってくれれば上手い必要とか全然ないんで、本当にアカペラでもいいですし、最近はカラオケ音源のキー変えるアプリとかもありますし、本当どんな形でもいいです。だからみんなが自分の声でポプラーという歌を鼻歌でもいいんですけど歌ってくれたら作った人間としては本当に嬉しいなということでございました。ありがとうございました。